ボートレース住之江の G1 対抗賞競争開設68周年記念が31日に開幕する。今年の SG はクラシック、オールスターの2つしか終わっていないが、賞金レースは中盤戦。気になるのは昨年のグランプリ、覇者にして地元エースの石野貴之、41=大阪だ。今年は年明けから連続優出し、2月の丸亀一般戦で優勝したものの、その後は優出すらなく賞金ランクは33位に低迷する。前回グランプリを勝った2019年、翌年も不発だっただけに、グランプリ制覇の翌年は燃え尽き症候群になるのか。そんな中、地元周年で快速23号機を引いた。普通くらいで起こしや行き足も変な感じはしなかった、と全県は合格点。巻き返しへ足場のシリーズになりそう。